皆様こんばんは。日和スタイリング、あふねめぐみです。日和スタイリングチャンネルは毎週月曜21時3分でわかる骨格診断ということで、骨格診断の内容をわかりやすく3分でお届けさせていただいておりますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。気になる今日のテーマはこちら、骨格診断タイプ別似合うアクセサリーの基本。ストレートタイプ。ストレートタイプの方はシンプルで上品に見えるアイテムがすごく得意になっていきます。一粒ダイヤがキラッと光るペンダントはストレートタイプの方が一番得意なアイテムですよ。シンプルで上品なものが似合うのはイヤリングやピアスでも一緒です。耳たぶぐらいしっかり大きさがあるものを選んでいただきますと、とても上品にエレガントになりますよ。ボタンタイプが得意と言われておりますが、ぶら下がる時もこのように一粒で大きさを存在感出していただきますとおしゃれに見えますので、ぜひ試してみてくださいね。金属だけで構成されているアイテムもカチッと動かないシンプルなものがとてもお似合いになっていきます。ぜひ試してみてください。ウェーブタイプ。ウェーブタイプの方は大きさが小さく集めるデザインがとても得意になっていきます。金属の部分は細めのものにしていただきますと華奢になってとてもお似合いになりますよ。このようにパーツとチェーンを交互にして華やかにするデザインが得意なのはウェーブタイプの方の特権になります。パーティーやちょっとしたポイントの時に便利なので、ぜひ試してみてくださいね。ウェーブタイプの方はとても小さく華奢なものが得意になっていきます。ピアスやイヤリングは揺れるものがとても得意になりますよ。パーツは耳たぶより小さいものを選んでみてください。金属は細いものを選んでいただきますととてもおしゃれに決まります。ぜひ試してみてくださいね。ナチュラルタイプ。ナチュラルタイプの方はとても大ぶりなデザインが似合いますよ。透けないものでもおしゃれに決まるのはナチュラルタイプの特権です。金属がメインのデザインはとても得意なのがナチュラルタイプの方ですよ。デザイン性があるものを選んでいただいて、人とは違う個性を生かしていただくととてもおしゃれに決まります。天然素材がおしゃれに決まるのはナチュラルタイプの特権です。大ぶりのデザインでアピールしていただきますととても存在感が出ておしゃれになりますので、ぜひ一つお待ちになってはいかがでしょうか。いかがでしたか。骨格診断タイプ別で似合うアクセサリーはこんな風に変わっていきますので、ぜひあなたに似合うアクセサリーを手に入れていただきまして、おしゃれのポイントにたくさん使ってくださいね。骨格診断って何？私に似合うものはどんなもの？おしゃれになるってどうしたらいいんだろう？お得に大人可愛くなる秘密を動画下の詳細欄の方から皆様に無料でお届けさせていただいておりますので、ぜひご登録お待ちしております。日和スタイリングチャンネルは毎週月曜21時3分でわかる骨格診断ということで、骨格診断の内容をわかりやすく3分でお届けさせていただいておりますので、ぜひまた来週もご覧になってくださいね。毎週必ず見たいという方は動画下のチャンネル登録のボタンからご登録お待ちしております。それでは本日の動画はこれで終了です。最後までご覧いただきましてありがとうございました。この動画が面白かった、ためになったっていう方はぜひグッドボタンやコメントお待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。